ゴルフ場万有記、今回も宮崎サンシャインカントリークラブでございます。本格的チャンピオンコースとして作られた宮崎サンシャインカントリークラブは、丘陵を生かしダイナミックに展開する南九州屈指の難コースです。ということで、今日挑戦するホールはですね、はい、9番ホールでございます、はい、アウトの最終ホール、はい、367ヤードのパー4でございます、はい、9番ホールなんですけど、あまり距離のあるホールではないです。ただ左右に OB があり、グリーン左手前には大きな池があるホールになります。ティーショットは左の池までの距離を確認して、絶対届かないクラブでショットをすること。ドライバーを使う場合には少し短く持ったり、ティーの高さを少し低くして曲がり幅を抑えることを考えてください。私の経験では曲がっても右であれば助かることが多いです。セカンドは自信がないときは無理に攻めず、グリーンの右サイドを狙っていきましょう。まあ見た通りここも狭いね。そうですね、狭いですね、うん、両側 OB でございます。ここどっちにも OB 行く、これね、うんうんうん、でこの T からだとその池に入るのが234ヤードと出ておりました。はい、はい、だからまあ僕はナイスショットして今は230ヤードぐらい、はい、でアゲンストなんで今日はドライバーでも OK、はい、ということですが、はい、飛ばし屋さんとかはね、よっぽど自信があればもうこの右サイドに、狙って打っていく、はい、かもう池に絶対入らないクラブを使うか、はい、どっちかですよ。でこれ立ち悪いのは、赤旗からずっと向こうは池に向かって傾斜ありますよね。そうそう、池に向かって傾斜なのよ。だからナイスショットと思っててもトン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 と池に行くと。まあセカンドはそう距離は残らないはずなので、そうですね、ティーショットが鍵が、ここも気を使います。はい、はい、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。9番ホールです。狙いは赤旗よりも右なんですが、右に老けていったり左に引っ掛けたりするから、もうここはもう迷いなく振り切る。はい、珍しくちょっとダウンフェードしたけど、ちょっと当たり悪かったけど、まあまあ右サイド狙い通りやない。はい、ちょっとね、当たりは薄かったんですよ。ちょっと危なかった感じ、はい、だけどまあ振り切った分なん全然でもいいところにね、うんうん、攻略法多分これ良かったね。良かったです。さあ、続いてはレディースティーからでございます、はい、レディースティーからは261ヤード面白いね。ここに来ると池が見えるっちゃ、しかも池が見えるからだいぶ狭く見えますね、逆にね、はい、でこっからだと池に入るのがだいたい147、8ヤードで入りますよと。だから本当に入らないクラブで打つんだったら私の場合アイアンになる、うん、もうだからアイアンでかっちり刻むっていうのも手ですよ。で、はい、刻んだ場合残りが140やから261-140で、はい、120ぐらい全然 OK よ。全然 OK です。どうする？いや、バニーさんがでもさっき届かないクラブでドライバーでかっちり打ったじゃないですか。まあ本当は届くクラブやけどね。で私はちょっと自分の得意なウッドを使って攻めていく感じ、うん、あ、右方向をね、はい、ちょうどカメラマンぐらい狙いだといいぐらいやもんね。そこからコロコロコロって転がってくるイメージで、はい、ちょっと打てたらいいかなって思います。わかりました、はい、じゃあ何番ですか？今ユーティリティと7番ウッドで迷ってるんですけど、得意なのは7番ウッドなので7番ウッドで打とうかなって思います。はい、はい、距離はどのぐらいだったんですか？距離は170ぐらい。おお、これ成功すればもう近いですよ、グリーンはね。はい、なので、はい、じゃあ行ってみましょうか。はい、おい、あ、ちょっとドローかかってるけど大丈夫か？止まって。
どう？あ、止まった。ギリ？ギリ。ギリ。ギリ。おお、危ない。私ちょいミスりましたわ。やっぱ。ミスりましたか？お、構えと思ったんですけど、めっちゃ狭いし、傾斜が全部本当に左に行ってるので、え、これは本当にきっちり刻むべき。いやいや。いや、まあ、そうですよ。ということやね。いや、そう、分かってるよ。分かってるよ、俺は。ミスったですか。皆さん気をつけてください。ということは、もうここはアイアン女子なら、ここならアイアンの方がいい。まだ。そうですね。まあ、その人の距離にはよるんですけど、池に入らないクラブで打った方がいい。絶対ね。絶対。したら池に入らないクラブやったらそうはないとよ。池から向こうがちょっと狭いっちゃうから。よくよく考えてみたら残り120しか残らないのに攻める理由がないんですよ。いや、言ったかね、だから。いや、あんた計算しよったわ。だからなんで言ったんやろこれで。いや、得意なクラブって言ったわ。だからそれがゴルフですよね。ちょっとよくわからない思考になるんですよ。なるね。なりますよね。あの打てもせんとによし、ここはドローでとか、ここはフェードでとか言ってしまう。そうで、その後になんか後悔するのがゴルフなので、はい、まあ、一回失敗しないとわからないところもあるから、まあ、どっちもギリギリセーフという。セーフで、まあ、結果オーライもゴルフやからね。はい、はいはい、ただ考えることは大事ということですよ、はいね、はい、アホはアホなりに。え、はい、僕のボールですね。はい、池よりだいぶ手前、まあ、飛んでないけど一番安全なところかなって思いますね、ここら辺はね、はい、ただここに来て思うのは本当全部池に傾いてるね。本当に。え、だってこの岩からバニーさんが打つ傾斜もかなりあるよね。はい、傾斜があるので、だからちょっとこう打ってで引っ掛けると池に行きそうよね、ここも。いや、これはすごい気持ち悪いですね。気持ち悪いね。まあまあ、ここはもう右でもいい、右からアプローチでも、でもいいっていう風に考えないと。左は結構難しくなりますもんね、バンカーもあるし。ああ、そうやと、グイーンと引っ掛けたら絶対こう池やもんね、はい、ちょっと右方向に行って自然にドローがかかるのを期待するって感じ。まっすぐ行ってもそれはそれで OK、はい。あ、でもこれいいじゃないですか、ピン筋いってる。うわ、ナイスオン。ナイス、うまっ。うまい、完璧ですよ。いや、もうつま先上がりやったから自然とドローがかかる、一番いいとこじゃないですかっていう感じだったね、結果的には。お見事です。よし、久しぶり感触やったよ。やっぱ判断が良かったんでしょうね、しっかり逃げるっていうということやね、うんうん。あれ攻めるってなったら多分力むし、うんうんうん、ガンって引っ掛けてもう多分池やったと思う、はい、逃げたけど、ちょっとやっぱこういうのって逃げるが勝ちっていうのもあるな。逃げるが恥だが逆に行こうか、ね。はい、行こうかということで、はい、ナイスオンでした。はい、はい、やだ。いや、結構ラフが深いね、ここね。やっぱりラフに入れるべきじゃないんですよね。っていうか、はい、あのラフで池に行くのを止めてるっていうのもあるっちゃね。まあ、向こうから転がってた。よく見てください、ここの間。なんかもう20ヤードぐらいしかないですよ、このフェアウェイ。ねえ、うん、狭いよ。狭すぎるわ。前もっと買ってましたよね。買ってた。先生、もうちょっと池に行く。ラフに伸ばしてるはず、わざと。優しい心遣い。その代わりラフやから2打目が難しくなる、はい、やっぱ女の子は力がないので。そう、負けるよ、負けるかなっていう不安がある。あるよね、はい。でも負けたら池入れますからね。これ刻みはないやろからね。勝つか負けるかしかない。何番？ピッチング。ピッチング、はい、ピッチングはフルショットで大体何ヤードですか？100ヤードぐらい。そんなもんじゃないですかね、はい、はい。で、傾斜が結構あるね。あるので、ちょい、はい、右サイドを狙ってだいぶ短く持った方がいいと思うよ、これマジ。おい、オッケー、ゴー。わー、ナイス、ナイスナイス、狙った通り。やるね、さすがやね。ラフ重かったですね。いや、重いでしょ。重かった。これ以上長いクラブじゃもう負けます。いや、もう無理かな、ギリギリのところで。
ラッキーでしたよ、この距離で86ヤードとかで。はい、これでピン狙うのもちょっと怖かったので。いや、いいんじゃないですか。今のがもう私にできる、はい。いや、あそこ2パットでもうパーですか。はい。はい、ナイスオンです。ありがとうございます。はい、お、どっちとここを来てみるとどっちともいい距離感やない。本当ですね。まあ、はい、私でもまあまあよかった。まあまあやわ。はい。二段目はもう。兄さんのもう入りそう。もうあれ入るっしょ。いや、これ入らんやろ。入るっしょってあんた。これフックですよね。フックよね。基本はフックやと思うけど、なんかここら辺の傾斜がないから。なんかそんな切れないように見えるんですよね。はい。なのでカップ1個ぐらい。はい。9メーターぐらい。上り？上り。下り？上り？下りやね。ここ心ぐらいまでは下りやね。でもカップ周りはそんな下ってないですよね。はい。もっと、お、もっと。弱かった。下りと思った。なんでそんなため息つくんすか。生って損してないじゃないですか、ワニーさん。やっぱちょい。スライスするとは思ったよね。スラに見えますね。うん。でもカップ打てばもう外さなくていいかなって感じ。ガ、はい、惜しかった。惜しかったね。思ったより切れたのか、最初から右やったのか。かすった。お先です。はい。おー、ナイスバー。ナイスバー。ナイスバー、はい、バーって言った私今ナイスバーです。あー、だけどそうね、あー、もうまっすぐや。はい、ちょっと跳ねた分。でもスライスしたでしょ。したですか。したっしょ。したっしょ。はい、はい、OK、はい、ありがとうございます。はい、まあまあこっち惜しかったね。最初のファーストパットやったね。なんかちょっとファーストパットがなんかどうやろうとか思いながら、はい、下りかなとか思いながらやっぱ打ったら良くなかったんで、やっぱ決め打ちしないとダメだなって思いました。ちゃんとね、下りなら下りと思って打つか決めないとダメ。はい、ね、さあということで、はい、宮崎サンシャインカントリークラブ、はい、9番ホール、はい、ちょっと攻めてみました。はい、まあ両脇狭いし池もあるし、はい、傾斜もあるしで、はい、ここもまあいっぱい考えんといかんかったですね。そうですね。最初からこうみんなでこう打とうね、こう打とうねって言ったら、そんな思ってるよりなんか何ていうかね、攻略できるというか、ちゃんと攻めるようにするのか、そこを避けるようにして打つのかを決めれば、なんかそのそんな大叩きすることはないのかなって思いました。ああ、パー取ったからね。まあそうですね、パー取りましたね。まあまあまあ、まあ、はい、ということで皆さんゴルフをもっと楽しみましょう、はい、さあ次回はどこに行くかまだ決まっておりませんので、はい、次回お楽しみに。お疲れ様でした。お疲れ様でした。